久保義則です。本年もチーム山嵐チャンネルを、できればどうかよろしくお願いいたします。はい、ということでね、撮影日は1月2日ですね。しかも13時38分、何を思い立ったかこの30分前ぐらいに、そうだ富士山を見に行こうっていうことになりましてね、あの急遽カメラを回して、バイクを走らせてるわけではございますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。下道を使っていくのでだいたい3時間3時間、このままバイクに揺られて、バイクを揺らし揺られ、富士山の方に、富士山の見えるね、山中湖の方に向かいたいと思います。いや山中湖か、何回か行ったことはあるんですけど、こうやって撮影で行くのは初めてですね。なんで山中湖に行くかというと、まあ冒頭でも申し上げてました通り、富士山を見たいということでね、新年やっぱりね、一富士二鷹三なすびなんて言葉があるものですから、富士山の方を、ね、見て今年一年の英気を養いたいなというふうに思いましてね、富士山、まあ一富士二鷹三なすびというわけなので、富士山だけ見てもしょうがないかなと思うので、今回はですね、一富士二鷹三なすびを見ようという、はい、そういった、企画となっております。まずはね、やっぱり一番最初、一富士二鷹三なすびの一富士から、見に行きたいと思っております。あの一富士二鷹三なすびっていうのは、だから見ると縁起がいいものの順番らしいですね。まあ一番が富士山、次に、鷹、その次にナスビということで、なんでナスビなのかよくわかんないんですけど、あの富士山と鷹はなんとなくまあわかるんですけど、なんでナスビなんだろうなっていう、まあそこはいいんですけど、お安いなぁ、スズキの中古車。まあそういうわけでちょっとね、だらだらおしゃべりしながら富士山の方に、あ、山中湖の方に向かいたいと思います。いやしかしやはり1月も2日目なだけあって、やはり車の交通量がやっぱりすごい多いですね。1月1日元日はですね、江南町にあります大宮八幡宮の方に、初詣に彼女というか奥さんというかワイフというかうちの妻と行ってきたんですけれども、神社周辺は、めちゃくちゃに、人が大量にあふれかえっていたんですけど、まあ、それ以外はですね、やっぱり店もやってないので、どこも比較的空いてるというか、今日はやっぱり初売りとかがありますもんね、いろんなお店で。だからなのか、人がかなり歩いてる風に見えますね。先ほど、30分前ぐらいに、この山中湖に行くっていう突然ね、うちの彼女というか奥さんというかワイフというか妻に、行ったらですね、そういうのってもっと計画的に行くもんじゃないのって言われちゃいました。違うんですと、やはりね、バイクのいいところっていうのは、まあ好きな時に好きなタイミングで好きな場所に行きやすいというようなことが挙げられるとは僕は思いますね。公道を走る、車両の中で一番フットワークが軽いと言われていますのが、バイクでございますから、これはねバイク乗ってる人は分かるとは思うんですけど、やっぱねなんか、まあ、特に理由もなく走りたくなっちゃう時とかありますよね。やっぱり旅っていうのはいつも突然なんですよね。今僕いいこと言った。旅立ちと書いて突然と読みます、ね、
いろんな意味でね。だからね、やはり悔いのないように、ね、あの時やっとけばよかったなっていうのがないように、生活したいなというふうに思っております。今年の、2023年久保義則の抱負は、悔いのないように生活したいということですね、うん、悔いのないように生活したいよ。悔いのないように生活したいの？悔いのないように生活したい。じゃあちょっとここでね、あの練習してみたらいいんじゃないでしょうか。ちょっとやってみるわ。間違ったことがあったら、ね、ちょっと教えてほしいんだけど。わかりましたよね。間違えたことがあったら教えてあげますよ。もうすでに間違ってるよね。もうね、30分前に山中湖に行こうとか思ってる時点で、すでに間違ってますけどね。なんか今すごい運転の仕方してる人いましたよね。なんだろうあれ。いや、新年早々行きってますね。ね、僕やね、前のロイヤルエンフィールドさんみたいにね、もっと落ち着いてね、走りましょうよということでね。そういえばこの間っつっても去年の話なんですけど、初めてお笑いのライブを生で見まして、新宿のルミネの、7階だか8階だか9階だかにある、吉本ルミネ劇場っていうのがあるんですよ。ルミネ座吉本だったかな。そこではほぼ毎日ですね、芸人さんが誰かしら、吉本の芸人さんがですね、誰かしら、ネタを披露してるっていうね、ネタを披露しているっていうのがあるんですけど、ほぼ毎日開催されてるんですよ。でそれの1ステージに、行きまして、いやー面白かったですね。本当生でオズワルドさんとか、あとミキさんですね。あとは結構他にもいたんですよね。それこそ久々に次長課長のさんのコントを呼び捨てしちゃったけど、次長課長さんのコントを見まして、久しぶりだな。でも次長課長さんといえばね、僕らの世代で言ったらやっぱり、ハネルの扉とかに出てた本当超人気芸人ですからね、当時の。いや当時だと今はもう人気だとは思うんですけど、人気なのかな、分かんないけど久しぶりに見て、まあ、普通に面白いなっていう、いやめちゃくちゃ面白いぞっていうね。うちの彼女というか奥さんというかワイフというか妻がこのチケットをプレゼントしてくれたんですよね。ありがとうございますということでね、貴重な体験をさせてもらいましたということで、ほぼ毎日やってるし、もうだからなんか定期的に通っちゃいそうだなと思いましたね、あれは。いやすごくいいですよね。チケットが確かだいたい前売りだと4000円ぐらいだったのかな。なんでまあ月に1回別に行ってもね、問題はないのかなっていう風に、さっきから金がないって言ってるやつが何言ってんだって話なんですけど、そんなことやってるから金がないんだよっつってね。お、いつもお世話になっておりますレッドバロンさんですね。レッドバロンさんはね、僕が初めてバイクを買ったのもレッドバロンさんですし、こいつもレッドバロンさんですしね。いやいいお店ですよね。さすが最大手って感じですよね、バイク販売整備の。今のところ僕が、通ってるお店の店長さんはとてもいい人たちばっかりで、過去のお店もいい人たちばっかりでしたしね、整備の方の腕もとてもいいなというふうに感じますし、もうこれからもお世話になりますということでね、よろしくお願いします、レッドバロンさん。季節して先頭となってしまって、ね、かなり道が開けてますが、こういう時にこそ、スピードを出してはいけません。
大体、ね、こういう時に限ってスピードを調子に乗って出すとオービスが光ったり、あと、ね、待ち構えている覆面とかに捕まったりしますんでね。うかつに、こういう時にこそうかつにスピードを出してはいけません。速度制限は守って、詰めるところはね、詰めるっていうね、まあそういう臨機応変なね、柔軟性のある運転を心がけております。いやー、しかし風が強いですね。僕が住んでるあたりはすっごく天気も良くて気温も高かったんですけどね、なんかちょっと外れちゃうと急にこんな寒くなっちゃうんですね、東京でも。いやすごいな、これ山中湖大丈夫かな。だいたいそうですね、まあ1時間近く走りましたけど、まだまだ全然ですからね、ここまだまだ3分の1にも行ってません。困りましたね。まあまあまあのんびり行きましょう、焦らずゆっくり。よいしょ。やっぱね、ちょっと寒いっすね。結構厚着はしてきたんですけどね。いやでもまあこうやって喋りながら走ってるとちょっと気紛れていいですね。お、ちっちゃい子が、すごいちっちゃい子がバイク乗ってますね。すごい、今もう目を輝かせて景色キョロキョロ見てましたね。うわ、かわいいな。僕も子供ができたらね、なんか後ろに乗せてどっかいろいろ行きたいですけどね。あ、いいですね、憧れですね。現在八王子市は高倉町ですね、ここは。おっと、切るか。すごい、チーカーだ。チーカーのグッズがいいな。最近どこのゲーセン行ってもチーカーのグッズがすごいですもんね、人気。僕も毎回やるんですけどなかなか取れないんですよね。いや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 、もうチーカーに何円絞られてることやら。よいしょ、やっと、渋滞を抜けまして、今はここはどこだろう、なんかバイパスの上ですね。あとはしばらく走って多分相模原にこれから入ると思うんですけれども、いやめちゃくちゃ寒いぜ。イージーイージー、全然イージーイージーじゃないね、これは。寒いね。あれ、なんかこの辺めちゃくちゃ寒くない？なんでこんな寒いんだろう。ちょっとこれはやばいですね。これ山中湖は極寒の世界になってるかもしれませんよ、本当。いやマジで、ちょっと休憩して少し温まってる感じで、休憩して少し温まることができましたので、よし、あと1時間半頑張るぞ。そのセブンイレブンで、休憩したんですけれども、あの駐車場で、まあ、多分佐川の方と、あと、まあ、多分その委託の個人事業主さんだと思うんですけど、あの多分個人で配達やってる方との、まあ、荷物の受け渡しみたいなのがありまして、まあ、多分、多いから2人で手分けしてちょっとこれやろうみたいな感じのことだと思うんですけれども、まあそういった作業をしてまして、まあそれで、なんていうんですかね、その、個人事業主さんとかの方が、すごい金髪ですごいこわもてな、なんかすごい派手なお兄ちゃんだったんですけど、まあ、でもその方がね、この佐川の配達員の方から荷物をこうもらうとき、すっごいね、丁寧に、丁寧にこう車に、自分の車に運んでるわけですよ。こうね、一つ一つ重さをちょっと確認したりとかして、こう丁寧に丁寧に、まるで赤子をね触るかのような感じで丁寧に荷物を運んでるっていうのを見ると、なんかああいうのを見るとね、まあ普通なんですけど、それが、まあ、それが本当は普通なんですけどね、よくあるじゃないですか、ネット上に荷物をすごい雑に扱って
ね、壊し雨つさえ壊しちゃったりするっていう配達員が、まあ、中にはいらっしゃるということでね、まあ、ちょっとすごいけしからんなというふうに思うんですけれども、やっぱああやってね、ああいう丁寧に扱ってるっていうこういうのを見ると、まあ、やっぱすごくちょっと、まあ、普通のことなんですけど心が温まるなっていうのを見てる、なんか思いましたね。やっぱなんか同じ配達してる、僕も配達してる身ですから、やっぱ、お疲れ様ですっていう感じになりますよね。本当、僕も結構 Amazon とかめちゃくちゃ使うタイプの方なんで、いやいつもありがとうございますっていう感じで、ね、見てるんですけれども、はい。なんか今、すごいふと思ったんですけど、これ、雲で隠れて富士山見えないとかあるかな。今思ったんですけど、足の感覚がなくなりかけてましたね。あーぶな、もう寒すぎて足先の感覚がちょっとなくなってるのに今気づきました。全然気づかなかった。2年前の元旦に、1月1日になった瞬間に、初日の出見に行こうぜっつって、奥さんというか彼女というか妻というかワイフを後ろに乗っけて、犬吠埼まで行ったんですけど、あの千葉県の海沿いの、まあ、とても有名な初日の出スポットなんですけど、そこまで行く過程でものすごい心身冷えまして、もう地獄みたいな寒さで、本当に地獄の刑罰かなっていうぐらいの寒さを体感しながら、まあ、なんとか初日の出を見ることは成功したんですけれども、まあその後寒すぎて動けなくて、近くにあったホテルにちょっとしょうがないから休憩で入るっていう、まあちょっとそういうこともありましたね。まああれに比べたらまだまだ全然寒くはないんですけど、まああれは人生で体験した寒さ体験の中では一番でしたね。あれが一番です。はい、皆様、やっとですね山道の方に入りました。やえを食らったのでやえを返します。いいですね。お、山中湖まであと46キロ。よいしょ。いや頑張りましょう。よし、ここからはねもうあの頭の中であの F1 の音楽が流れてますので、それを、その音楽に乗りながら、黙々と走っていきたいと思います。山道楽しい。気持ちいい。よいしょ。ああダメだ、返してくれなかった。お、来た。あー返してくれない、返してくれない。Rest in peace まで行こうぜ、いつか見た地獄もいいところ、愛をばらまいて I love you 悲してくれ、全部待って笑ってくれ My honey Don't look me like beautiful sir Don't look me like beautiful sir Don't look me like beautiful sir なんか忘れちゃったんだ Don't look me like beautiful。 おこのトンネルいいっすね。あの仮面ライダーブラックのオープニングみたいな。でん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 ちゃん。
ウェイクアップウェイクアップ。あ、それは RX か。怖いですね、やっぱ山道は。油断してると命取り。いや、さっきもちょっと映してはいなかったんですけど、中央線はみ出して運転してる、対向車がいて、ちょっとあれ危なかったですね。全く結構スピード出てたんですよね。こういう山道はね、必要以上に速度を落として走った方がいいんですよ。どうせカーブとかって減速するんだから。まったく、こんなとこで道外したらちょっと大変なことになりますね、ほんと。寒い、もう手の感覚がないです。お、八重しか来てみようかな。あ、返してくれた、返してくれた、嬉しい、ありがとう、返してくれた、優しい。あの昔、富良野、北海道の富良野のラベンダー畑に行くときに、すごい山の道を通るルートを選んでしまって、で、そこの道がガードレールとかがなくて、もう道路の隣はもう崖みたいな感じの道があったんですよ。そこはすごい怖かったですね。あれは本当ビクビクしながらバイクを走らせてましたけど、なんかあれをちょっとふと思い出しましたね。現在16時9分だから、あと30分40分ぐらいですかね。あと11キロ。道が凍結してる。寒い。残り6キロ。マップ上ではもう湖見えてますね。だからもうほんとすぐそばなんですけど。このまま。頑張れ。寒い。もう寒い。ちょっと前見えねえ、マジで。くそ。寒いからバイザー閉めるんですけど、閉めると曇って何にも見えなくなっちゃいますね。くそ。あ、察し、あ、やばい。あ、これ富士山見えないっすね、多分。あ、やばい。あ、これは見事に、あれ、あ、これはダメだ、多分。富士山が多分あれのはず。え、違うかな。山中湖周辺なんですよ。あ、これはダメですね。富士山見えません。向こうに富士山あるはずなんですよ。完全に隠れてしまってますね、これは。あ、終わった。あ、ダメだこれ。くそー、ここまで来たのにな。悔しい、悔しいです。山中湖でございます。多分なんですけど、向こう、あれ違うかな、多分向こうが富士山なんですよ。
ここで見えてないってことはもう見えてないっすね、これ。ああ、残念。ああ、せっかくここまで来たんですけどね。まあ、こんなことになるんじゃないかなと思ってましたけど。あ、これか。これが富士山だから。で、今こっち向いてるから。あ、やっぱ向こうっすね。富士山がやっぱ向こうで、もうここの時点で見えてないんで、これ見えないっすね。残念。そっかー。かー。まいったね。よいしょ。まあ、こういうこともありますわな。まあ、ちょっと、2023年、幸先悪いスタートになってしまいましたけども、まあ、また、ね、ちょっと、これから、頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。もう寒くて何も考えられん。湖は綺麗ですよね。多分向こうの方とかまで行けばもしかしたら見れると思うんですけど、ちょっともうそこまでの気力はないですね、僕には。ちょっともう足もちょっと感覚がもうなくなってきちゃったんで、そろそろ帰りましょうかね。ちょっと道も路面凍結してましたしね。いやー悔しいなー。まあね、またちょっと機会があったら富士山撮りに来ますわ。まあ2023年最初のロングツーリングは失敗に終わりましたけども、まあね、こういうことはよくあることなんで、めげずにこれからも頑張っていきたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。はぁ、地獄。今何度、何度だ今。あ、1度。あ、やばいですねこれで。もう1時間後にはマイナスになってますねこれ。やばいな、早く帰んなきゃ。よいしょ。じゃあご視聴ありがとうございました。寒い。最後にレベルを移して終わりにましょうかね。よいしょ。ああ、かっこいい。バイ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 。寒い。くそ。富士二鷹さんなすび、2023年もよろしくお願いします。